久保さん、なんか今、闇バイトが、あの、流行ってるらしいですよ。要は、なんか、ツイッターでお金がないとかつぶやいてる人に、まあ、こんな側近、側近で稼げるバイトありますよっていう DM がいって、まあ、それでハマっていく人が、なんか、増えてるみたいなんですけども、多分ね、闇バイトにははははは入っていく人って、まあ、自分でやっぱ稼ぐ力がやっぱないっていうのが一理あるでしょうね。自分で10万稼げます。自分で100万稼げますっていう人は、闇バイト行きようがないので、 なんか大事なことっていうのは、まあ、そのお金を稼げるスキルっていうのは、攻めのように聞こえるんですけど、実は守りの部分もめちゃめちゃ強いんですよ。だってそうじゃないですか。そう,そういうのから守れるわけじゃないですか。自分で稼げるスキルがあればね。だからその僕のお客さんでもね、あの結構な金額投資詐欺にあったっていう人もまあまあいたりとかするんですけども、それも自分で稼げるスキルがあれば、自分で FX とか株で増やせるスキルがあ,あったら、 そもそもその話に乗っからないじゃないですか。いや、自分でできるし、みたいな。いや、僕はあの自分で増やして、まあ、5億円ぐらいも増やしてるんで、あ、大丈夫です、みたいな。あ逆に教えてあげましょうか、みたいな。あ、逆に教え、じゃああなたあの、えーと、手元100万から株で5億まで増やしたことありますと。僕増やしたんですけど、どうですかなんかそんな案内してますけど、実際どうなんですかと。証券口座、ちょっと見せてください。これ僕、証券口座です、みたいな。<laughs> えー、みたいな。マスオさんですよね。えー、みたいな。教えてください。じゃあ料金ください、みたいな。 だから稼ぐスキルっていうのは、実は、あの自分を守るっていうよりもうめちゃくちゃ大事なんですよ。だけど稼げるスキルがないと、結局、あの、守りも攻めも両方できないので、やっぱね、この時代生きていくためには、自分で稼ぐ力っていうのがあった方がいいと思いますよ。うん。で、早いうちやっとった方がいいと。まあ、久保さんも40から始めましたけど、これね、90から始めますって言ったらしんどいっすよ。まあ、極端な例ですよ。極端な例。 だ久保さんが良かった点は、まあ僕も今40になりましたけど、やっぱ40まだ動けるんですよ。でもやっぱね、年取ると、やっぱきつくなってくる部分あるじゃないですか。ね、わかりやすく言うと90からじゃあ新しいことをネットビジネス始めるって結構しんどい部分あるじゃないですか。でも40から始めとけば、92から始めるにしたら早いですよね。なんでまあ気づいたんだったら、今このきち、今、今からやっていくってことは大事ですね。そのスキルをね。そこに気づいたんだったらね。自分の、 あの稼ぐスキルっていうのは守,守りの要素もすごいあるんだよと自分の人生を守っていく、うん、いろんな情報からも守っていくっていう防御の意味でもスキルっていうのは大事であるっていうことですね。言ってらっしゃい